旅立ちました。遠く離れた黄昏の森の中、彼女を導くのは星の光と一匹の蛍だけ。家族のぬくもりを求めても誰も答えてはくれません。それは太陽と月と父のぬくもりを探す旅。この闇夜のどこかでは闇の女王アンブラがオーロラの輝きをかき消そうとしているのです。